も、文具女子博2022公式 YouTuber のネクラです。今年も文具女子博に参加することができました。まあ、この後もね、この後の日程もまだまだ参加するので、この後も購入品は増えていくと思うんですけど、とりあえずプレミアムタイムはかなりの熱気で大盛り上がりでしたね。すごかった。で、今回の動画では、私が買ってきた購入品を紹介していきます。まあ全部は紹介できないから、紹介したいものをどんどん紹介していく感じになるんだけど、紹介したところはおすすめなので見に行ってほしいし、紹介してないところもおすすめなので見に行ってほしい。全部見に行ってほしい。じゃあ、どんどん紹介していきます。まず1個目は毎年楽しみにしているクオバディスジャパンさんのロディア超絶技巧ですね。まずこれが2020年の時に発売されてたバージョンで、これもすでにめちゃくちゃ細かいよね。めちゃくちゃ細かくて、すごいロディアなんだけど、さらに次の年、これは今年じゃないよ。今年は買えないんだけど、さらに次の年、去年の文具女子博限定の超絶技巧がこんな感じ。これもすごい。で、なんと、今年は、じゃ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 ーん!でかい!でかいし、すごい繊細な、すごくない?すごすぎるよね。びっくり。ちょっと、安全なやつにするね。よいしょ。ちょっとね、高級品すぎて、これだけすごい慎重に持ち帰ってきました。お金払ったらこれ持って帰っていってすごくない?すごすぎるよ。びっくりだよ。家にこれがあるんだよ。これは言葉通り超絶技巧ですね。今回は基板柄になってます。すごいよね。ちょっと、大きくてさ、一気に全部をすごく繊細に写すのは難しいんだけど、でね、今回のロディアはちょっと個体差があって、ザラザラした紙とかは箔押しがすごい乗りやすいんだけど、ロディアの表紙はツルツルしてるので、箔が乗りにくいから、ちょっとずつね、個体差が生まれてるって言ってました。まあ、それも含めて選ぶのが楽しかったです。いやすごい。まあ、ほぼ同じなんだけど、それぞれ自分のロディアに愛着が湧きますね。すごく大きい。もうこれは、家宝として安全なところに大事に保管します。めちゃすごロディアです。ぜひ会場でね、実物を見て感動してほしいのと、これ大きすぎて私が持っていったキャリーケースに入りきらなかったんですよ。もうキャリーケース私のちっちゃいから入んなくて、急遽ローソンで紙袋入るのを買ったので、もしこれをね、買う予定の人は大きめの紙袋とかトートバッグとか守れるものを持っていくのがおすすめかも。とにかく実物を見てみてほしいです。え、ちょっと待って、これさ、ロディアって基板に入ってる。ここあるだよね。ローだね。ロー、ディー、これだ。H か。R, H, H. みんなも探して。ロー。あった。これだ。H, O, O, D, I. これかな。で、A か。この A と、木もあるよね。これ木だよね。見えるかな?ここの、これ。これとか、ここもか。ここも木だよね。ロディアのここの、これだよね。すごい。現地で、見てください。すごい。ずっと見てられるよ、これ。裏面は、こんな感じ。ロディアの裏だね。ロディアの裏ってこうだっけ?いや、うちで一番でかいロディアの裏には何も書いてなかった。これも、文具女子博でもらったやつだね。なんだろうね。おっきいのにはこれが書いてあるのかな。この意味も知りたいね。とにかくこれは、今すぐ安全な場所にしまいます。
よし、じゃあ次は、今回のお楽しみ枠。株式会社マルアイさんの、まずは小さい、これは封筒っていうのかな？袋、ミニ、祝儀袋だね。ミニ封筒、ミニ祝儀袋です。ここ4つが祝儀袋みたい。ミニ祝儀袋とミニ封筒を選んで、5個商品を購入すると2回ガチャが回せたんですよ。それを楽しみに行ってきました。あとね、このタイのご祝儀袋、これなんかめでたいからこれいいなと思ってたんだけど、本来はごま塩を入れる、赤飯の時にごま塩を入れる袋みたい。赤飯食べる時のついてくる袋らしい。初めて聞いた。塩袋っていうらしいよ。そうそう、私は5個買って2回回したけど、3個で1回回せます。で、動画にもあったけど、ガチャを回して、私はヘアゴムが2個出ました。今回買った小与の封筒と取扱い注意のヘアゴム。いや、これすごい嬉しい。取扱い注意に慣れちゃいます。すごくない？取扱い注意なネクラになれます。いいね。みんなに言いたいね。取扱い注意だからって言って回りたいね。で、その出てきたやつに合わせて説明の紙も入ってました。あ、いいね。これちゃんと袋の説明があるね。ボーナスの期限が、あ、江戸時代なんだね。いいね。読み物としてすごくいい。封筒が好きになるね。封筒とこの取扱い注意、なんか全種類欲しくなっちゃうね。今回は2回しか回せなかったけど、他にもヘアゴムが3種類と当たり枠で大入り袋の巾着、大入りって書いてある巾着の計6種類になってます。それをランダムでガチャで回せます。これね、すごい楽しみにして行ってきました。マルアイさんはこんな感じ、すごくおすすめです。この袋すごくいいと思うんだよね。何に使おう。これ使い道考えるのもすごく楽しいんですよね。千円札とか入れて自分へのプレゼントにしたりとか、あとね、記念硬貨、綺麗な500円玉とかを取っとくときに、私はこれ2枚ずつ入るので、これに入れて保存したりしてます。こんな感じ。じゃあ次が今回のびっくりときめき枠。中林株式会社さんの、まず買ったのがこちら、カバさんのポーチ、ペンケースですね。4色あって、私はこちらの色を選びました。可愛いよね。私はぬいぐるみにすぐ名前をつけるので、こちらは中林さんのカバさんなので、カバヤシさんと呼んでます。うちのカバヤシさんです。中のポーチの中はピンクになっててね、可愛い。触り心地もいい。なんか詰めてあげないとね。早急に何か詰めてあげたい。可愛いよね。尻尾もちゃんとついてるカバのポーチなんだけど、今回中林株式会社さんは商品ごとにノベルティポイントがあって、そのノベルティポイントが3ポイント以上の商品をお買い上げの人にノベルティを1個プレゼントしてくれます。で、このカバさんのポーチは3ポイントなので、こちら1個買うとノベルティが1個もらえて、なんとノベルティが、まあ、選べるんだけど、私はゾウさんにしてもらいました。すごくない？ぬいぐるみがノベルティでついてきました。私はこのゾウさんをパオさんって呼んでるんだけど、ゾウさんかわいいよね。触り心地もどっちもいいのよ。どっちもふわふわで、すごくない？あの、最初ね、クマさん渡されたの。ゾウさん、もう売り切れちゃいましたかって言ったら、あ、ありますって言ってゾウに書いてもらいました。もともとね、公式のインスタグラムでノベルティがつくよっていうのを見てたんだけど、もうね、ゾウさんはまず欲しいと思ってて、他にも恐竜さんとかクマさんとかすごい悩んだけど、やっぱゾウさんをもらいたいと思ってゾウさんをもらいました。嬉しい。ブースの前でね、すごい悩んで友達と話してて、ずっと大の大人がカバさんでゾウさんもらう、ゾウさんとカバさんでいいよねみたいな、ずっとね、ゾウさんカバさんカバさんゾウさんみたいな話をね、ずっとしててね、面白かったです。こんな感じでもらいました。でね、このね、ぬいぐるみがリサーカスっ
ていうシリーズらしくて、ペットボトルを再利用して作られたリサイクルポリエステル生地を使用している地球に優しいぬいぐるみみたい。ペットボトルから作られてるけど、こんなに触り心地いいんだね。うちの猫みたい。うちの猫がどれぐらい触り心地いいかは、ちょっと知らないと思うんだけど、すごくずっと触ってたい生地でできてます。おすすめ。ぜひ、ゲットしてみてほしい。めちゃ可愛いよね。ぬいぐるみもらえるなんてすごい。めちゃ可愛いので、おすすめです。中林株式会社さんはこんな感じ。いや、ものすごくいい。これね、今回の購入品の中で、一番ね、ときめきワクだった。もうね、これがカバンの中にいるってだけでウキウキワクワクだった。ちなみにこのカバさん、ヒポポペンケースって名前があったみたいですね。あとこのバーコードめちゃ可愛いの。見て見て見て。カバヤシになってます。カバとヤシの木、中林になってます。いいね。可愛い。じゃあ、次のフェイス。でね、次が今回の斬新、便利な画期的文具枠。靴は株式会社さんのマステのリボンボン。超いい。これね、知っててブースに行ったんだけど、これをね、紹介されてね、これすごくいいですって言ってきました。これすごくいいの。使ってみよう。そう、このね、3種類の切り口にマスキングテープを切ることができます。やってみよう。いや、いいな。使用例とかがね、ブースに飾ってあってね、それもすごい可愛かった。よいしょ、使ってみよう。いやー、楽しみ。これね、今回すごく気になってました。3つに分かれてるんだね。これ、いろんなカラーがあって、私は白を選びました。白の3個セット、全部3個セットでしたね。色違いがいくつかありました。よいしょ。楽しみ。やりたい、やりたい。よいしょ。裏面のやり方を見よう。今回ね、このマステのリボンボンで靴は株式会社さんを調べて、なんか好きな文房具がすごいいっぱいあって、この後も定期的にチェックするなと思いました。すごくいいです。すごくいい会社です。じゃあやってみよう。3種類で、どれからいく？上からいこっか。リボン。まず、マスキングテープを窓から引き出します。ほうほうほう。やってみるね。窓からマスキングテープを引き出します。引き出しました。で、これをしっかりカッターを押さえて、ギザギザになってる刃のとこ、切れやすいようになってるんだね。しっかり押さえて、後ろに引っ張ります。すごい！全然力入れてないよ。普通にペリって。切れました。こんな綺麗に切れる。すごいね。もう一回やろう。そしたら両端ギザギザになるんでしょ？これ、すごい。筆箱にずっと入れておきたいね。また買いたいかも。もっと持ち歩き用に買うかも。ペリって。すごい。見て、すごい綺麗。おすすめです。すごい。他のもやろう。で、今さ、リボンからやるって言って、リボンじゃないのやったよね。ギザギザをやったね。リボンやろう。リボンはこの形でした。リボンバージョン。よいしょ。押さえて、ペリ。わー、すごい！すごくいいよ。めちゃめちゃ切りやすい。すごいね。で、この中でもめちゃ気になってたのが、マスキングテープの幅を変えられるやつ。細くするですね、この3番の。これすごい気になってたの。今までね、この細くしたい時に毎回マスキングテープ引っ張ってからハサミでちょきちょき切ってたの。それしなくていいってことでしょう。楽しみ。というかこれ全部端っこまっすぐに切れるようにもなってますね。これ端っこまっすぐ切りたかったら切ることもできるんだね。で、窓からマスキングテープを引き出して、ここか。この四角い窓の部分を押さえるのかな？押さえて、ペリペリっと。わー！すごい！このまま回せるってことでしょ？すごい！で、ピッてしていいのか。すごくいい！
で、このまま使えば、マスキングテープ2周できるもんね。この半分を最後までさ、使っちゃってから、もう片方使えるもんね。おすすめです。めちゃ可愛いし、自分のね、手持ちのマスキングテープを可愛く使うことができるので、これめっちゃおすすめ。すごい。これ追加で買うかも。ってことは、このリボンをピッと切って、これをこっちの形で切り出して、で、さらに今切ったところをこっち側のまっすぐでピッて切ると、矢印として使ったりもできますね。いいね。すごいいろんな使い方ができるね。組み合わせでかなり遊ぶこともできそう。めちゃめちゃおすすめです。これ、いいね。追加でいっぱい買いたい。と、その他にも、靴は株式会社さん。クリクル、この、クリクルっていう、これは、クリラシ色鉛筆っていう商品があって、色が選べるのがね、文具女子博限定なの。30色あって、5色選んで袋に入れて、色を選んで買ってくることができます。かなり色数が多いので、自分好みの色合いで作ってくるのも楽しいかなと思います。あと好きな色だけ入れてもいいから、私金金金銀銀とかで買ってもいいかなって思いました。あと友達のプレゼントとか、そういうのにも良さそう。これすごく良くて、私は全種類買ってきたので、これはまた色見本表を作ってから紹介しようかなと思います。30色買ってきたので使うのが楽しみ。靴は株式会社さんはこんな感じ。おすすめです。とにかくおすすめ。行ってみて。行ってみてほしい。公式のやつだと肌とかにもしてますね。いいね。いろんな使い方ができそうです。よきよき。じゃあ次。次が株式会社創士堂さんの花結びメッセージカード。366日分の花小紋っていう、ここに書いてある。四季折々の花を紋に表した花暦で、一日に一つずつその日を祝福するシンボルとして生まれたものらしいです。毎日を素敵に過ごすためのメッセージが込められています。そう、推しの誕生日で買う人とか、私は自分の誕生日で買ってきたんだけど、いろんな楽しみ方ができそう。で、私は8月4日誕生日で、影輪にシャグマユリでした。これが花小紋ね。花名はシャグマユリみたい。上品さとおおらかな心を兼ね備えた人らしい。上品かな？おおらかかな？どうかな？困ったことが起こっても軽々と乗り越えてしまうタフな心の持ち主で、常に前向きで毎日を楽しく過ごせるの部分は結構当たっているかも。結構どん底な状態でもあんまり気にしないかも。なんかどん底なだけでしょって思うっていうところがあるので、その部分は当たってるかも。私はこれをロルバーンのポケットとかにお守りとして入れようかなと思って買ってきました。皆さんもぜひぜひ自分の誕生日とかお友達の誕生日とかをね、見つけて買ってみると楽しいかも。あと私が探せずあたふたしてたら店員さんが探し出してくれました。ぜひぜひ行ってみてください。ね、みんなが何だったかも知りたいね。そんな感じです。おすすめ。次。で、お次が、文具女子博オリジナルパスポート風ノート、ネイビーが登場してました。ネイビーを購入しました。でね、これに限定のスタンプを押すことができます。会場内にはスタンプ押すところがたくさんあるんだけど、このスタンプは、パスポートを買った人しか押すことができません。なのでぜひぜひ購入してみてほしい。あと、動画内で出てた、フライヤーを持っていくと押せるシークレットスタンプもここに押してきました。残りはね、今後会場にまた行くので、そこで押してこようかなと思います。次は、レインボーホリックさんのブース。マステがたくさんあってね、私このイチゴの柄がどうしてもどうしても欲しくてゲットできました。すごい可愛いの。この柄が好き。レインボーホリックさんのデザインはね、もうね、ギュンってくるんだよね。あ、これだっていうのがね、毎回去年も買ったけど、去年フルーツ柄と虎柄か。なんかね、私の好みにドストライクな柄があるのよ。で、ノベルティをレインボーホリックさんのブースは1個商品を買うとノベルティをいただけるので、紅茶と、開けてみよう。
じゃじゃじゃーん。かわいいシールが2枚入ってました。あ、ブースも書いてある。ブース55って。いいね、かわいい。レインボーホリックさんのね、YouTube もすごくいいので、ぜひチェックしてみてほしい。書いてあるね。オンラインショップもあるんだ。いや、ほんとかわいいね。YouTube とショップが書いてあります。と、レインボーホリックさんといえばこのお茶っていうイメージがあります。ここのカレルチャペック紅茶店の紅茶もいただきました。マステ貼ってみよう。すごく楽しみ。じゃじゃじゃーん。貼ってみるとこんな感じ。いや、めちゃくちゃ可愛い。こっちのタグも可愛いし。いや、柄がめちゃくちゃいい。私の中のベストなイチゴはこれかも。本当にイチゴの柄で一番好きなイチゴかもしれない。超可愛い。いや、超可愛い。これはテンション上がりますね。ノートに貼ってデコデコしたい。超可愛い。ぜひブースでお気に入りの柄を見つけてみてください。あとはノベルティを紹介していこうかな。今回文具女子博のプレミアムタイムでいろんなお店でノベルティをいただいてきたので紹介してこの動画は終わりにしようかなと思います。じゃあ、一個ずつ見ていこう。まずはこちら。TS ブースで文具チャンネルのインスタグラムをフォローして投稿をいいねするともらえたマルチケース抗菌素材だって。開けてみよう。スリーポケットって書いてあって。そう、この後ろの紙がすごく可愛い。この真ん中のが文具チャンネルのマークですね。開けてみよう。じゃ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 ん。サラサラな素材だ。いいね。かわいい。星がついてる。チケットとかいいね。今回の文具女子博のチケットも入りそう。いいね。これかわいい。色を選ばせてもらえて、何色かある中から緑色をくださいって言ってもらってきました。この紙がすごくいい。紙質がね、不思議。見て見て見て。裏面ツルツルで、ちゃんとしたすごくいい紙に、印刷なのかな?されてます。いいね。これどっかにハロー、ホルバーンのページとかに貼ると気分上がりそう。かわいい。TS ブースさんはこんな感じ。お次がこちら。国用株式会社さんの小巻き体験。小巻き機のあの巻き巻きを体験する場所があって、そこでマスキングテープを巻き巻きして、自分が巻いたマスキングテープをもらってくることができました。でね、今回もらってきた柄がね、かわいいの。じゃ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 ん。マスキングテープに巻かれている動物たちの柄。三つの繰り返しだね。ペンギンさん、猫さん、パンダさんの柄です。かわいいね。下にボビンって書いてある。去年これのピンクみたいな柄だった気がする。去年の出るかな?ちょっと見てくるね。ありました。やっぱり色違いですね。去年はピンクでした。いいね。おそろ柄でゲットすることができました。これ可愛いから大事に使おう。つなげて保存しようかなと思います。じゃあ次。お次がこちら。これめっちゃ可愛くない?株式会社東京急遽堂さんのインスタグラムをフォローするともらえるステッカーなんだけど、かわいい。え、めちゃかわいい。どこに貼ろう?これ、なんか特別感あるよね。すごくいい印刷。かわいい。何か特別なものに貼ろうと思います。いや、これ、ずっとこうしてたい。え、めちゃかわいい。動くものに貼ったらいいかな。すごいかわいい。お次が株式会社クエタケさんのジグレターペンココイロです。これは、ペンの資質とアンケートに答えるともらえるペンですね。後ろの背景のイラストが可愛いね。でね、このペンが筆圧弱め強めで筆ペンみたいに止め跳ね払いができて、しかも、筆圧を読めるとサインペンみたいに細かい字も書くことができる新感覚のペンになってます。で、クレタケさんブースでは、このようにラメの素をたくさん購入してきたので、こっちも使うのが楽しみ。
もうすでにこれ一食持ってて、今回買ってきた分でラメの素全コンプなんじゃないかと思います。これもね、すごく使うの楽しみにしてます。結構気合を入れて買ってきました。いっぱい試し書きしたい。これと、新しく出たこの4色。これ元からある色で、銀、シルバーとゴールドで、グリッターを前に紹介したんだけど、それとね、後ろのラメも混ぜて使うことができるので、いろんな色作りたいね。混ぜ混ぜして、遊ぶのが楽しみです。くれたけさんはこんな感じ。次が、おきな株式会社さんの消しゴム。これは、おきな株式会社さんのインスタ、ツイッター、フェイスブックのどれかの SNS をフォローするともらうことができます。色違いがあってね、SNS のフォローだと色はランダムになります。で、このプロジェクトペーパーが40周年で、プロジェクトペーパーを模した消しゴムになってます。非売品です。嬉しいね。消しゴムすごい集めてるので飾るかも。珍しい消しゴム棚にこのままポンと置いとくかも。これ結構嬉しいね。そんな感じです。で、最後は文具女子博のノベルティたち。たくさんもらいました。まずは、狙ってキャンパスで成功した時にもらえるオリジナルステッカーになってます。でね、動画内で私は失敗してもらえなかったんだけど、その後友達がやったら奇跡的に成功しました。成功したんじゃなくて、奇跡的に成功しました。2発外して、でね、この投げる絵の具のチューブがね、空っぽなの、重さがないからすごくね、跳ね返ったりして難しいんだけど、友達のが跳ね返って、ああもうダメだって思ったら、奇跡的な軌道で入りました。あれ動画に残したかったな。すごかったんですよ。予想外の軌道でゲットできました。のステッカーと、次が文具女子アワード2022のステッカー。これは帰り際に文具女子アワードに投票してアンケートに答えた画面を見せるともらうことができます。ぜひお会計の後に皆さんそれぞれの投票をしてステッカーをもらってみてください。あと、浜松町駅とその周辺のお店でもらえるフライヤーでしょ?フライヤーと、あとね、お会計税込み1万5千以上でもらえるメインビジュアル柄のオリジナルミラー。これいいよね。便利で使えます。すごくいい。オリジナルミラー。なんか記念って感じがして嬉しいです。オリジナルミラーと3万円以上、税込み3万円以上の購入でもらえるオリジナルクリアファイル3柄とクリアしおりセット。開けてみよう。せっかくなので。ああ、かわいい!これのメモも売ってました。ああ、いいな。かわいい。豪華だね。すごいいっぱい入ってる。まずはクリアファイル3柄。総柄の小さめのクリアファイルと、はあ、かわいいね。と、今回のメインビジュアルだね。私彩るアトリエのクリアファイル。わあ、裏面がかわいい。いいね。と、この、総柄っぽくなってるクリアファイルの3枚のクリアファイルと、クリアしおりセット。かわいい。つやつや、ちょっと切り離すのがもったいないのでこのまま大事にしようかな。と思います。とね、帰り際にこちらの文具女子博戦利品タグももらってくることができます。今回の動画はこんな感じ。いやー、いっぱい紹介したけどまだまだ買ってきたし、まだまだ買ってきたいものもあるの。こんな感じでね、ものすごくではないか。まだこれからも買うので。一旦欲しいものをいっぱい買ってきました。そちらの商品も開けるのが楽しみです。今回の文具女子博2022公式 YouTuber で初めて私を知ってくれた方は、もし良ければチャンネル登録をしてくれると嬉しいかなと思います。皆さんが買った購入品とおすすめの文房具も見たいなと思うので、コメント欄などで教えていただけると嬉しいです。ではでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。